コンビニで購入したスイーツ、どことなくネーミングからさやっちっぽさを感じます。そうですか。あ、焼き芋ちだからかですね。ランチリポートのタイミングですが、今朝は朝食が遅く、また小腹も空いたので先ほどいただきました。ハッシュタグおやつリポート、ハッシュタグランチはまた後で、ハッシュタグ檜山キャスターとつけていただきました。ありがとうございます。焼き芋ちって確かにニックネームみたいですね。あ、皆さん、芋ちってやだ、なんか芋ちって言わないでください。なんかちょっと違う意味に捉えられません？これ絶対今度から言われるじゃないですか。まあ別にいいんですけど、いや、嫌ですけど、もうね、陰で言われるのは仕方ないので私も見ません。見なくなっちゃいますよ、コメント。茨城の芋ちって届きますけれども、でもこの商品は可愛いですね。紅はるかの焼き芋ちってすごくこう買いたくなる、購買欲がそそらえるリポートですね。うん、こちらは140円でお手頃価格です。うん、からと熱い報告となっていました。では続いて見ていきましょう。お次はこちらです。芋芋っちは本当やめてくださいね。あの、たくさん届くんですけれども、芋っちっていうコメント見て、私もコメント見ないふうにしますから、こうやって。はい、ポテサーって何ですか。まあいいんですけど、皆さんが美味しくね、はい、召し上がっていただけることがやっぱり農家の方も喜ぶかと思いますので、ぜひね、皆さんもお芋マスターになってくださいね。うん、